歳の神祭り、友情の歳の神は、富山県下新川郡入山町上野友情地区で、毎年1月15日、または15日に近い日曜日に行われる、正正月の日祭りで、無病息災、五穀豊穣などを祈願するものであり、国の重要無形民族文化財に指定されている。なお2000年までは1月15日に行われていた。 新潟県や福島県合津地方においても各地で行われている伝統行事である。昔、村境にあった倉堀の川に木偶人形が流れ着き、たたりを恐れた村人が木偶人形や焼き病息災を願いこの地に災の神を祀ったのが始まりと言われるほか、この地区でこれらが江戸時代に流行った際、川から流れ着いた 木偶人形を燃やしたところこれらの流行が収まったことから毎年続けられてきたなど期限については諸説ある。祭り当日早朝より地区の小学生全員が集まり、前日神棚で清めた長さ九寸と八寸五分、幅、厚さ一寸角の神棚で清めた藩の木二本が用意され、九寸の板には、お神の八寸五分の板には、女神の顔を 顔の下にはそれぞれ拝み、女神と墨で柿一体の木偶人形とする。その後木偶人形を標識のように首にかけた六年生の親方を先頭に全員が、冠中の中畜の核、家々を肝心して回る。その道中に、大声で、歳の神じゃ、大宮じゃ、じいじもばあばも、ほこほこじゃ、来年向けや、十三じゃ、と歌いながら回り、 それぞれの家の玄関前では、全員が横に整列後親方が、木偶人形を二回叩き、家人が居でくると玄関内に入り、祭の神じゃ、大宮じゃと、大声で歌い木偶人形を、両手でかざすと、家人は、木偶人形を拝み、子供たちが手に持った木綿の袋に祝儀として、米と豆を入れ、心付けとしてお菓子や、みかんなども包んで渡す。また正月飾りや書き染め、 後に行う日祭りに使用する藁も渡す。なおこの際集めた米や豆は、千枚や餅豆にして、日祭り後に、地区の各家庭に配る。なお、親方は、修理や心付けが少ないと、木偶人形を家の中に投げ入れることができる。投げられた家は、災難が舞い込むとされるため、十分な修理を渡さなければならない。また一年以内に、不幸のあった家庭、 子供はこの行事には参加しない。子供たちが書く、家々を回る間、火祭りと会場となる際の神の石碑前では、作り物が建てられる。大人たちが、約5メートルの竹をご、6本用意して、編、約2メートルの角水を作り、そこへ縄を5段ほどかけ、書く、家々から事前に集めた藁の束で覆い小屋を作る。また石碑側には1メートル四方の入り口を開けてある。 子供たちが戻ってくると集めてきた正月飾りやき染め、藁、また米や豆などがこの小屋の中や外側にいっぱい積まれ、最後に子供たちと共に家々を回った木偶人形をあらに包み小屋の中に丁寧に暗記し、火がつけられる。炎が高く上がると子供たちが完全に燃え尽きるまで何度も繰り返し、祭の神じゃ、大宮じゃと歌い、木偶人形が灰になると終了となる。 富山県内では、この時期各地で詐欺調が行われるが、上野友町地区では、木偶人形を用意し子どもたちが、各家庭を回り、行事の多くを担い関わること、小屋のある作り物に集めた正月飾りなどとともに、木偶人形を焼いて、薬払いを行うことなど、他地区では見られないものであり、1991年2月1日に、富山県の無形民族文化財に指定され、 その後2010年3月12日には、悠長の祭の神として、国の重要無形民族文化財に指定された。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。新潟県旧統計城地方では、祭の神での火祭りは、どんどん焼きと呼ばれる。火を入れる際、ほら貝を吹いて、村内に知らせる。どんどん焼きには、正月飾りや、前年の、お守り、 柿き染めなどをくべて燃やし、その火で炙った餅を食べるとご利益があるとされる。各家庭では木の枝に団子や色せんべいその他お飾りを吊るしたものを欄間に飾り、正正月を祝う。正正月にはかつて鳥追いの行事が行われた。子供たちが標識を叩き、鳥追い歌を歌いながら村内を回る。オラウラの早セの稲を何鳥が食ったスズメ鳥が、食ったスズメ小羽鳥とチャガ うー、腹包囲など、村ごとに歌詞が異なる。過疎化と少子化の影響により、取り追いは現在行われていない。ありがとうございます。